鹿児島県口永良部島の火山警戒噴火警戒レベルが1から2に引き上げられました。今後の火山活動に注意が必要です。口永良部島は鹿児島県の南ですね、屋久島の西側に浮かぶ島となっております。こちらが口永良部島ということになります。口永良部島ではここのところ火山性の地震が増えておりまして、古岳の火口付近での地震回数4月に入りましてやや増加傾向となっております。この10日間の地震の回数が100回に達したということで、噴火警戒レベル2の基準を満たしたことで、16日の夜に噴火警戒レベルが2に引き上げられました。火口周辺規制という状況になっております。気象庁の観測によりますと、古岳火口付近の温度の変化等は見られておりません。噴火の兆候となります、火口付近の温度の上昇等は見られていないということです。またその他の活動です、地震以外の活動に関しても現在のところでは大きな変化は見られていないということで、噴火が逼迫している状況ではないというふうに見られます。ただ地震活動が増加したことで火山活動は活発になっているということが考えられます。現在噴火警戒レベルが2となっておりますので、火口からおおむね1キロ西側では2キロの範囲ですね、こちらでは大きな噴石という状況、火山弾もしくは火山岩塊などと呼ばれる大きな噴石が発散したり火砕流が到達するという恐れがありますので、噴火の発生の際はすぐに避難できるような対策が必要ということになっていきます。火山の情報などはウェザーニュースアプリからご確認ください。